はようございます、2時に待ち合わせで、はい、あと2、3分で2時になって。マジですか？3年ぶりですか？3年ぶり。やばいっすね。あれ、飲み帰ってきた。飲み帰ってきた。なんか飲む。いたいたいた。おお。ポップな感じで。なになに。あら。お久しぶりですね。痩せた？痩せたよ。ちょっと化粧すごくね。いいね。ね、本当に嫌なんだけど。俺そうなんか染みる。おお。すごい派手だね。いい地味だ。いいね。これで地味だ。久しぶり。何これ。何これ。ネギと大根って意味は。これいいか。ああ、熱いね。似てるな、ちょっと。似てる似てる似てる。ね。これやばいよ、びっくりしたよ。自分でね、自分を見て。何だよ。メイクの人がいねえんだ。そうそうそう。メイクか。カメラマンからね。何からなんだ、今。完成。暗黒舞踏。あ、いいっすね。でも どうしたら美味しいのかな。普通にね、まっすぐ見てたら、とりあえずもうちょっと皮けて、あ、それか、うん、分かります。カメラこっち、もうちょっとね、いい感じですよね。そう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 。え、いやこれ、いやいやすげえ怖い。ちょっと一回閉めていい？はい。え、どういうリアクションしようかな。驚いた方がいいのかな。いやー、もう仕方でしょ。普通かな。普通さっとこうだから、あ、俺は映んないんだね。あ、すっげえわ。ほんと呪怨のあの男の子だね。にぃやって怖えー。あ、ここ村井コン。何してんの。休憩中だ。これちょっとヤニとか油汚れね。ね、ヤニつけだよ。あ、ちょっと汚した方がいいかもね。ね、あちゃん寒くない？大丈夫？うん、大丈夫。肉いっぱいっかれよ。ありがとうございます。すいわ。あ、びっちゃ。はいはい。あぼう。もうちょっと出す。あんちゃん。はい。かぶってめっちゃかぶってんだ。あ、めっちゃかぶってる。あー、あ、そっか。あ、ほんとだ。カメラがもうちょっと左になればいいかな。こうだから、こっちか。あ、手塚さん。はいはい。あ、すいくんのちょっとあれカメラ。あ、はい。どうしよう。大丈夫っしょ。酔っ払ってんだよ、本当に。もうどうしよう。大丈夫っすよ。せっかく持ってきたわけだから ね自分頼まれてるわけだから、うん、でも、ね、これは本当に知らないっていう。本当に俺は、この家が頼んだっていうところで来てるから、うんうん、で俺がなんかそう、は、頼んでないっすって言ったら、うん、ちょっと驚いていいから、うん、大げさに、うんうん、え、いやいやいや、あれみたいな、うんうん、任したここの家が絶対頼んでるんだよね。絶対こう頼んでる。こっちとしてはそうそう、うん、で俺としては絶対頼んでないから、うんうん、そこ譲れないよ。怖えわ。携帯問題は解決。あ、そ、携帯問題まだワン切り方式でいくのかな。ワン切りでしょうね、もうね。ボリュームは大丈夫。ボリュームいきます。どう、あ、オッケー、わかった。おかしいもんだって、普通にこれ。
ちゃんとやったつもりだよね。結構角で叩いたらごめんね。いいよいいよ、思いっきりやりな。結構、やかに入ってるの結構熱いやつなんで、あ、ちょうどいいんじゃないですかね。混ざったらいい感じ、はい、ここら辺でやればいいね、うん、ここら辺でやっていいんだよね。やすか、はい、はい、やりましょう。よろしくお願いします。ブライ、お前最後頼むぞ。頼むぞ、マジで。俺、何言ったらぶなぐから。
3番目の人が、あ、ほんてが、はたっちどうしたんが、ちーちゃんバッチリでバーンやったやってやったあー、ちょっと最初これあそこのレックちょっと止めてくんなよあ、あぶれっけねごめんここが現場です。無残にもビルビンの破片が言ってんなよ。言ってんなよ。棚から、谷穂の漫画を見るのが崩れ落ちております。玄関先は。中目ラーメンがこれどうしようねこれねチンくん楽しみっすねじゃあお疲れ様でしたお疲れ様でしたお疲れ様でしたちーちゃんですかやっぱりお疲れ様でした中目さんお疲れ様ですいやーちーちゃんお疲れお疲れお疲れでした大丈夫ですかこの人大丈夫ですよいやいやいやでもまあ挑戦してもこれありがとうございましたありがとうございましたはいちょっと最適な好きなんだよねちょっと好きなんだねおいしいねちょっとねお前ら精神病院から出た鼻くそ鼻くそ出てました鼻くそ出てましたおいおいおい